どうも、マセキの浅草キッド、エル歌舞伎のエルウダです。はい、どうも、デロニアンシです。ということでね、最近辻元清美さんよく新聞の一面で見ますけど、はい、ああ、はいはいはい、はい。あれ立憲民主党角刈り2トップと私は呼んでね。あ、もう一人誰ですか？やっぱ蓮舫さんですか。蓮舫さん、ああ、はい、はい。角刈りの女性を、こう、雇用していくっていうのは、加藤登紀子とかね、歌手で言えば。角刈りっていうのやってんの。確かに、政治家の、福山哲郎さんも角刈りですよ。あ、その人立憲民主ですか。はい、あ、なるほど。角刈りじゃなんか党の規約にあるんじゃないですか。うん、角刈りにしろっていう。はいはいはい、そうですかね。はい。やっぱ野球部みたいな。あ、なるほど。昔のね、まあまあ、野球部みたいな、はいはい、あるんじゃないですか、ね。まあ、ちなみにね、はい、まあ、私加藤登紀子さんのことを個人的に角刈りシャンソンって呼んでて、厚切りジェイソンが入った時に言って、はい、でこういうこと言うと大体ライブでこういう空気になるんで、はい、以上っつってごまかすっていう。このごまかし方は厚切りジェイソンさんか狼少年さん以来って言われる。狼少年さんだよ。狼少年さん。以上これね。ドゥン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 。そう。あ、これ大丈夫ですか？これ使ったらちょっと判刑問題になる。判刑問題っていうか、まあ、これ大丈夫。狼少年さんのね、あの方作家もやられてて、はい、僕ら番組にも呼んでもらったことあるんで、あんまりそういう嫌われることはしないもん。いや、冗談分かってくれます。そうですかね。デロリアン林の冗談はだいぶ分かりづらいっていうのね。覚えてます？昨日かレイザーラマン RG さんとやったライブの後、はい、一昨日か、はい、デロリアン話酔って、はい、夜空回りしすぎた今日はって言ってたの覚えてますか？あ、なんか言ってましたね。やっぱ酔って覚えてるじゃねえかお前。言ってますね、そういうこと。で一応俺はいつも通りだよって言ったらえって言っておかしいですね。ラママ新人コント大会って今度出るじゃん。あ、はい、だからコーラスラインで、ね、コーラスラインって3分のコーナーなんだけど、はい、前は順1本って4分のコーナーに出たの、はい、で広角なんですよ、考え方としては。まあまあまあ、そうですかね。完全にデロレアン氏が平場で生きてリーダーに嫌われたと俺は踏んでる。リーダーそんなね、冗談わかんない人じゃないよ。空気悪かったよ、だいぶ。まず芸人が笑ってなかったっていう。周りにだ。あれ、周りの芸人が笑うことで、うん、ちょっとこうポジションを取っていく、なんていうかな、シミュレーションゲームだと俺は思ってるんで。いつもだったら受けるんだけどね。いや、受けないよ。おかしいね。いつもだったらあれ受けてたんだけど、なんか見直したんだろうね。いや、違うわ。次の順番待ちの人たちは分からない。ちょっとうまく入ってください。なんかこう、ちょっと下からやってるふりして入んないと。ね、今日のトースポウェブですけど、はい、57歳下着泥棒の呆れた言い訳、勝手に手がやってしまったという。宅八郎さんはマジックハンドをね、片方で持ってましたけども。あれも自然となんか挟んじゃう。いや、まだなんだろうね。うん、そんな言い訳が通じるわけがない、うん、女性の下着を盗んだとして、うん、岐阜県警角務原署は4日までに窃盗の疑いで角務原市の、うん、無職の男57を現行犯逮捕した。なんだろうな、すごいですね。3日午後4時39分頃、うん、同市の女性かっこ69歳宅のカーポートに干されてあった女性の下着とタンクトップ各1点を盗んだ疑い。69歳宅のですよ。いや、だからもう、うんうん、そのまあ分からないから対象は誰でもいいんじゃない、うん、はいはいはい、女性の下着っていうものが対象ですから。なんかね、ちょっと前もこれもトースポだと思うけど、靴の匂いを嗅ぐみたいな、うん、それで靴盗んでたのかな。あ、そういう人たまに見るね。それを G 行為にこう使うというので捕まったかなんかあったけど、はいはいはい、それを男だろうが女だろうがその古びた靴であれば何でもよかったみたいな。だから性の対象、あれあったじゃん、ほら、うん、飛行機好きとかってある。あ、ありましたね。あれいうことでしょ、はいはい、まあそれがそこになってるとっていうことだと、はい、でも飛行機の人はあれ一途ですからね、ある飛行機一体ですから。でも飛行機がすごいね、ランパーばっかしてるんですよね。ランパー、うん、なんですか、乱行パーティーばっかしてるんですよ、ね、いや違います。180人の乗りのやつですから、ね、175人乗りの、違う違う、その一体一人だから。普通は誰のでもいいんだから、だから一途かどうかっていうのもこれまたね、だからすごいなと思ってね。まああるんでしょうね、そういうフェチですよ。すごいね。だから AV では絶対に表現できないやつですよ。匂いですから。ああ、そうだね。だ、いやでもこれからだよね、 4D Max でなんかね、耳で感じる VR とかね、うん、あるとか言うけど今。ああ、はいはい、はい、昔映画館でもね、みかんが出てきたらみかんの匂いがするみたいな一時期導入されましたけど。ディズニーであったよね。あ、ディズニーあった、ディズニーあるよね。普通の映画館でも導入されたけど、いや、なくなったと思う。あれ効率悪いんじゃない、結局あんまそこまで求めてないんだろうな。だって今見ないもんね。聞かないね、あるのかな、聞かない、全然。なんかね、もう割と公開してから時間経ったからいいかなと思うけど、うん、あ、まあよくないか、ね、ネッシー対ノストラダムスはユリ・ゲラーの、うん、映画の、うん、で
その来場者特典スプーンっていうのがもらえるんですよ。はい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 。でも俺が見に行ったのが初日かな、公開初日か2日目で、豊洲の映画館で、豊洲でしかやってないんだけど、まあスプーンを用意するのにすごい待たされてんな、あの列ができちゃってで準備できてなかったけど、うん、なんか今行くとユリゲラーが曲げたスプーンの展示があるらしいんだよ。へえー、いやそれ俺行った時は見たかったわと思って。なんか確かにそうだよ、うん、それはね、うん、舞台挨拶みたいなもんでな。そう、結構初日じゃなきゃダメなやつ。割と最初の方に行った俺は見れなかったのが悔しい。ああ、はいはいはい、はい、なんかでね見ましたけどね。そうなんだ、はあ、今日もね、まあ、うん、平日にさ、はい、映画風切りっていうのはちょっと俺きついね。ああ、初日の舞台挨拶とかってある場合行きたいんだけどさ、今日行きたかったんだけどさ、はい、お昼にちょっとアルバイトしたもんで。じゃあアルバイトかい。アルバイトしたもんで俺ら。いやちょっと待ってくれ、アルバイトと芸人の両立してるやつは、ええ、一般の社員さんにとかが聞いてるやつで、ええ、平日はきついねっていうのはきついね。いやいや俺らこそ気を動かせるはずだろ、ね、一番だからね、うん、役所とかも夜までやってほしいとみんな思ってんだろうね。まあね、5時だとちょっとだって誰も行けねえんじゃない。でもさ本当にやっぱり趣味に対しては有給取ったりとか社員の方とかはね あるでしょうね。行くんだろうね。だってお笑いライブだってね、平日の昼でも来てくださる方もいらっしゃいますからね。いや、あれ無職じゃないですか。いや、そんなことないでしょ。その金はどうやってチケットどうやって買ってんの。親の遺産とかじゃない。いやいやね、そういう人もいるだろうけどね、うん、女芸人ファンの男の人がそういう人もいるかもしれませんけどね。いい、特定しなくていいんだよ。いや誰か知らないけど俺も、ねね、そしてね、バカッターの被害、今度はビッグエコーということで。おー、ビッグエコー、これすごいですね。バイトテロリストの時代到来かと。はいはいはい。すき家の股間お玉動画や、くら寿司のゴミ箱切り身騒動などあったね。ゴミ箱切り身動画か、うん、ゴミ箱に捨てた食材を使ったと、はいはい、っていうところで撮ったとか。はいはいはい。今度はビッグエコーで、揚げ物ってことですか。そうですね、唐揚げ用の鶏肉を床にこすりつけてから油に投入したと。うわ最悪だね。ねえ、めんどくさくない、逆にな。なんでこれをアップするんですよね。いや知らない、なんかよっぽど店長が嫌いとか、なんかね、志らく師匠かなんか言ってましたけど、つぶやいてたかなんか忘れましたけど、はいはい、これ本人に損害を払わせるような方向にすればいなくなるんじゃないかという。だからくら寿司のあれはなんかその直接本人訴えるみたいなこともね、検討してるって話があるから、はいはい、訴えた方がいいよね。そうだね、訴えて賠償させた方がいいと思うよ。うん、そう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 。なんでこんなことをするのかっていうのがね、これなんでするんですかね。知らねえよ。知らねえよ。だからみんな、うん、バカったって呼んでんじゃないの。わかんねえから。あ、バカだからですか。バカだからです。あ、なんかでもさ、これさ、乗っけてなくても、うん、そういうふうなことをするやつはたくさんいるんだろうな、うん、ああなるほどね。乗っけなくてすることの意味は今度は何なんだろうね。いや本当に嫌な、ストレス発散でやってるやつはいるんじゃない。でこれを上げて閲覧数を稼ぐことで、うん、こうなんつうの、自分の、はい、承認欲求、いわゆる。そうそう、だから今でことこれだからさ、あれコントで絶対ドリフでできないのあるよ、うん、なんかね、はい、海の家のコントでね、うん、確かね、イカリアさんが食べに来るんですよ。でかき氷を頼むんですよ、はい、そしたらね、そのかき氷を志村けんさん扮するじいちゃんが、はい、後ろの方でかき氷を作って、うん、シロップとは別に、うん、自分の足の角膜を削って入れるっていうシーンがあるんですよ。確かドリフで俺みたいな。あ、なるほどね。もしくはこち亀かもしれない。はいはいはい。でもあれじゃないの、そのイタリア長介さんの、うん、その猛稽古の恨みが溜まってるっていうのあるじゃないですか、ブルーヒョウカの4人が。だからそれが乗っかってれば、その振りなの、放送 OK なんです。多分その振りなんですよ。復讐としてはいいじゃないですか。うん、ね、そう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 。もうギャグにしてた時だったと思うんだよ、はいはいはい、あれ。だいぶ昔はな。それはありなのかもしれませんね。違う。まあそこはね、お笑いとしてはね。うん。うん、そう、はい。あ、そしてね、これすごいですね。なんですか。クインテットってね、5人でチーム組んで寝技の大会があるんですけど、はい、なんとそれに、山本美優、朝倉環奈、うんうん、神取忍がチーム雷神で参戦かというニュースがあって、いやー、話題でも持ってかれましたね。これすごいのが、うん、まあ、山本美優はね、言わずと知れた、全日本レスリングのチャンピオン元、はい、で、朝倉環奈さんは総合格闘技の、まあ、レーナーを、ね、チャンピオン。この、あ、女子の部もあるか。女子の部があって、で、神取忍だけ、カッコ54なんですけど、はい、神取忍だけ肩書きが書かれてないんですよ。で俺は許せないと思って。そう、プロレスを背負わないってことですか。いや、プロレスもいいんだけど、うん、
1984年の柔道世界選手権銅メダリストなんですよ。ああ、そっかそっか。それを書かないとと思って。そうだね。俺ちゃんとツイッターで書いておきました。俺が抜けてますって。そう。まあもしかしたらチャンドリさん自身は言ったけど、うん、分かりづらいということで、いやいやいや、却下された可能性も。本人に聞いて勝手に書いてるやつだ。しかもまあこれね。はい、まあ、結構大きく出た記事なんだけど、はい、これ榊原さんっていうあの代表の人が、はいはいはい、まあ、こういうチームで出るのもいいんじゃないかって言ったという。あ、なるほどね。でも記事がすごいのが E ファイトってとこなんだけど、うん、チームライジンで参戦円になってるんですよ。ああ、もうね、規定路線なのか。いや、だからもうね、うん、あれじゃないですか、もう焚きつけて煽って。あ、そうですか。煽って先導されていくんですよ、こういうふうに。なるほど、ええ、どうなるのかね。いや、分かりません。ああ、でも面白い。ハンドリの寝技見たいよね。まあ、確かに、うん、結構50何歳いたらクインテットの中でも結構年長の方に入るんじゃないですか。少ないと思うよ。いないよね、50代はいるか。ただ50代はどうなんだろうな。だからこれが、まあ、プロクインテットとアマクインテットいろいろあるから、うん、アマクインテットの中でもクラス分けはあるんで。あ、はいはい、一応ね、その我々もアマチュアクインテットというのは芸人チームで組んで出るんですけど、はい、前にここの配信で喋った通り、はい、あの芸人を引退したピーマンズスタンダード吉田さんはチームから外れてもらってますんでちゃんと約束を守る男だと皆さん。えーって言ったんでしょ。えーって言ったんでしょ。ちょっと待ってくださいよって言ったんでしょ。まあ、ただね、そう、新しい仕事の都合によりちょっと来れない、まあ、都合によりね、そうね、はい、それ空いてたら、まあ、まあまあそれは分かりませんけどね。いや、はいはいはい、芸人グラップリングチームですか、名前が。制作会社やったらちょっとそこまで幅広くなると思うね。確かに。いや、それありだったらさ、難しい、うん、結構いるのよ、強い人。あのタイタンのさ、うん、あの作家さんかなんかでもうアウトサイダー出て勝ってる人がいるのよ。ああ、そうなの。そうなってくるとね、うん、ちょっと広くなりすぎちゃう。そうだよ、うん、ちょっと前にツイッターでね、トレンド入ったおやきさんとかも強いのよ。でもまあ芸人グラップリングチームは入れられないわけじゃん、それは、ね、いや、ダメだよ、ダメですよ、それは。髪型面白チームだったけどね、うん、あの細川たかしさん、まあ、ルール守ってくれればそうですね。ルール守らないとダメですから。社会ルールを守って、社会ルールを守ということで、ね、はい、また明日お聞きなさってください。お願いします。